ユーボーさんがさっき乗りますって聞かれて、でも粘り際だからさ、俺たちどういう動きするかわからんじゃん、うん、だからちょっとそこで遠慮するのも違うから、うん、今日はやめた方がいいと思いますって。ここでユーボーさんがクソ負けしたら俺たちも勝ち、勝ちだね。で今日はユーボーさんの収支を1枚でも上回ることがもう絶対負けん。でもユーボーさん今昔より弱いけんが引きがな、うん、昔は引き強で通っとったけど、腕プジ強かったらよかしね。5号機の AT 機全盛期とかさ、何人ぐらい。朝はでもそんなになんか競争率は高くなさそうですね。今日は1のつく日ではないからね。ああ確かにね、1の日はもう3桁いくよ。何番引こうか。まあさすがにね、この人数の中なんで3以内は。3以内、うん。失礼します。これ裏ボタン発動してるぞ。さあな、朝一からの自由な手締まりを取るスタートです。よし、じゃあネバギバ初の北斗、はい、何としてでも今日はプラスで終われるように朝一からの自由な立ち回りバトルスタートです。じゃあ取ってきます。はい、お願いします。お、2ゲームで、ほらおい、惜しい惜しい、寄ってきてるよ。まあ、まだ解析全然出てないですけど、まあ、やっぱそのモードが動く、あとはまあ朝一、そして AT5 の降格移行率、さらには集団チェリー以外の役がどれだけ仕事するか、まあ、その辺がおそらく大事です。あと構成点打ってても多分あのボイスはね、 AT5 のボイスはそんなに出ない、基本あれはデフォルトだと思う。まあでもね、結局あの構成点を掴んだとしてもここですよ、ここバトル、これがね平均3連を切ってしまうようじゃ勝てないです。逆に言えば低設定っぽくてもこれが平均6連7連取れればもう勝てますから。今日はだからそういう北斗の上手なところをねお見せします。朝一降格じゃないっぽいな、チャンス目。おお、聞くね、スイカパレードやな、うん、心でスイカトリカルパレードやな、うん、タンタカタンタンタンタカ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 タンタカタンタンタンタカ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 タン、スイカがいっぱい出てくるんだよ。スイカだよ、スイカ、スイカに乗った人たちが出てくるの。あ、キムさんや。あ、そっくりやな、キムさんや。髪型キムさんや。お、前髪パッツンや、ちょっと前までの俺や。だからスイカ連続で来ましたから、ここで行きたいのは青空ステージよ。青空行った、ブラウン管の向こう側だよ、僕も乗っけてくれないかだよ。青空急にフルート出してくる。青空といえばやっぱあれですよ、なんか物本当に良さそうだね、うん、当てんかった覚えとけよ。見た見た見たよな、うん、レッドブラウン、まあとりあえず広角には間違いなくいますから、このタイミングでスーダンチェリーを引ければ。スーダンチェリー、スーダンチェリー、スーダンチェリー、ふざけんなよ。あたあた出た、あたあたが、ゆっくり引くな、いいよ。スターバックスだ、あースターバックスだ、うわありがとう、いやいやいいよいいよ、ありがとうございます、ありがとうスターバックス。今この瞬間が天国だな、うん、パチンコパチスロ打ちながらスタバが飲めるってさ、夢夢、我々の夢夢。あーせっかくな天国一発目させんとかもうもうやばいわ、笑けてきた。腹立つやん、クソインキャが。やっぱキャバネリやったかなこれ。まあゴールデンウィークだしな。いやもうキャバネリいい音してんもん。でもさ俺は思うんだよ、うん、ゴールデンウィークとかさお盆とかさ、うん、大型連休はまあちょっとみたいな話するじゃん、うん、まあいわば我々はねその客寄せパンダみたいなとこもあるわけよ、うん、その我々がさゴールデンウィークに勝てなくてどうするよ。こういうとこそ、うん、店の宣伝になるようなさ、まあ
結果を残すべきだろ、うん、ああゴールデンウィークでも勝てるんだ、そしてあの店なら勝てるんだってさ、うん、それが俺たちの使命だよ。来年のゴールデンウィークここも満帆になるぞ。見せんといかんよね、朝の期待値を。そうそうそう、早く並ぶことによって得られるものをね、うん、その対価を。だから500超えたらもうはめようぜ。それは甘えんの？それは決して甘えてはいない。それはあ、暑いね。なんでですか？これ通常時のお尻旅はどのモードにいてもこの話した瞬間 25% で天国行こう抽選してるの。え、マジっすか？うん、でここ話すタイミングすごい大事。青空をキープできるかどうかよ。青空を引き戻す、見とけよ。すぐ天国っぽい出てるぞ。へえ、どういう抽選してんのあれマジで。ね、大事停止時事一個多かった。ほらタイミング完璧だろ。いけいけいけ、俺の代わりいけ。何やってんだバカがこの野郎。集団だろうが今の。しかも上に押すな、格好悪い。なんもねえわそこは。ハゲが、ハゲクメなんかその北斗がさ、うん、これだけの稼働を保ってるにもかかわらずさ、うん、まあその好き嫌いはまあいいよ、その個人のさ、うん、見解ってのはいいですよ。ただまだその北斗に対してネガティブなことを言う人いるじゃん、逆張りみたいなさ。あら俺はねようわからん。まあシンプルに称賛はしないといけないですね。そうそうそう、いやもうこんだけの稼働がねついてる機種ってのはもう今ないですよ、うん、言っちゃ悪いけど昨日のグラフなんてひどいよ。ひどいけどそれでも6700ゲーム回されてんのよ。えぐいな、ね、鬼のように吸い込んでるやん。でもやっぱり1回バトルボーナス当てればなんとかなるかもしれないって思わせてくれるわけじゃん、うん、そういう機種に対してね、なんかゴールデンウィークまで持つかどうかみたいなさ、持つってこれは持つ、絶対持つ。やっぱいいものはね、うん、ちゃんと褒めないといけない。そうそうそう、好き嫌いはともかくとしてね、うん、はい、じゃあ2枚目いきます。さっけろ、マジで。2枚目いきます。バージもクソ、オクトが2枚も入れた。クソ256しか回ってないじゃん。絶対打たん。誰勝つねこんなクソ。絶対打たん、絶対打たん、もう二度と打たん。開発したやつも、わーうーしゃう。俺今 25% 取り入ったよ。取り入った、取り入った。で、ここで刺す。ジジイ赤服、ほらやめとこ。カドッチェ、これカドッチェ。ないか。おい、引けよ。ほらほら、あるやろこれ。おいおい、この状態で渡してあげようか。優しいな。お、何スイカやそれ。あ、バカが帰ってきた。何スイカ引いたんか。芋臭いガキが帰ってきた。ジャギに行って、うん、そこで氷スイカ引いた。おお、そのジャギにおるときは広角っぽかった。じゃあとどめ行くわ。息のね、止めてやるよ、俺が。行ったね。いや、これ行ったね。ジャギ行ってから、うん、弱水か強水か引いて、うんうん、弱水かで剣王ステージ行ってから強水か引いた。あー、なるほどな、うん、じゃあもうこれどれ当たってるか分かんねえな、当たったとしても、うん、はい、当たった。多分これじゃないね、前兆が短すぎるわ、うん、俺やで。あ、俺や、俺や、まあ、これはもう俺です。でも、これで昇格してる、お金ゼロになってる可能性あるぞ。いくぞ、366ゲームめっちゃなんかぬるっと当たってしまったね、ハチ当たり2回目も言えてなかったぞ今、うん、よし、いくぞ。もう初っ端からごめん、もうこれ以上ないサムネを作ってやるわ。うん、レインボーね。浅い力の北斗揃いでっていうサムネやな。切れそう、ちょっと、まあ、話した瞬間ぞ。ちゃんと思い伝えてここに、うんうん、84% とは言わない、うん、79% くださいっていう思いを伝える、うん、
よしよしよし、ケンシロウの色や、一番強い、うん、結果一番強い、白の予定やったけど青にしてくれたね。そう今ね1段階上がったね。こいつ真ん中だけ反ってんじゃん。 おしゃれ決め込んできた。こいつの意外と繊細やな。でも2のやつが一番イケメンっすね。うん、2のやつが一番強いよな絶対。これさ、なんか3番目の人がこうおーってなってるみたいのを、なんかちょっとネットであれになってじゃん。あ、そうなんですか。うん、でもさ1をした後のさ2のやつのひるみ方も俺好きなのよ。おいおい一番倒すのお前みたいな、ワンパンみたいな。おいでもまだやれるよ俺みたいな。いや細かいよね、芸が細かいよ、うん、ただのお尻ナビじゃないもん。とりあえずここは1回目自然に行こう、この台の機嫌を伺うためにね。ほら勝手に続いてくれる台っていうのがあるから、そういう台はなんか変にこう第3台溜め込まずに自然に行った方がいい、うんうんうん、なるほどね。はい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 、この構えをずらす、まあまあまあ、まあまあまあ、蹴りなら、うん、まあここまではね、うん、中段チェリー一応引いとこうか、ここで、うん、まあ一応ね、保険で。あ、止まってるね、止まってるね。あーしゃ、止まってても大丈夫なんだ、結局アーオーラのおかげです。あぶねえ、ハンデ終わったら何言われるか分からないんだ。この台は自然に行く方がいいのかもね、とりあえず続いてくれたからさ、と思うやないですか、うん、やる、ワンセットで判断するの早い。やるやるやる、ここえ、ここで決まるんですか、継続して。いやいや、その第3停止やる。はい、いいよ、はい、やりな。あ、これじゃない、次ちょっと待って、はい、これこれの第3停止外したとき、離したとき、あー、いいね、うん、終わった後マッチしてたよ、非常に今のは。これもうケンタン先制しちゃうね。はい、行きます。やるなぁ、うん、うまいねわし。わしまだ北斗単発で終わらせたことないから。何回ぐらい打ってんの。10回ぐらい。あ、それはすごいわ。本当は1回盛るな、クソ、全然おもんない盛り方すんな、うん、アメリカでは受けたんやけどね。安村みたいなこと言うな、言うね。じゃあここは俺が行くよ、自信があるなら行くぜ。はい、フォアッターって言った、フォアッター。あー、いつもよりキレがあるだろ、ケンシロウのなんかこの背景のオーラがいつもより早いだろ。これ青オーラースタート特有の演出よ、ちょっと遅いじゃん、うん、青より気持ち 0.1 遅かったね、うん、あ、な、あ、あ、あー、なるほど、このパターンか。あー、ここずらす。あー、あー、はい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 、三連天井のやつね、これ三連天井だ、避けやがってマジで。はいはい、まあまあいずれ終わるから。あ、永遠につ、あ、なるほどね、329枚です。お、サウザーだ、サウザー、一発目からサウザーで出す。あー、くそ、あー、くそ、もういつか終わるって言ってるだろう。バディオブジアイオンフォートです。お、おー、悪くないよタイミング、第2停止か。わー、リプレイで赤、リプレイでのランプ矛盾は本前兆です。よしよしよし、持ちコインで当たった。
戻ってきたらびっくりするぞ。ペチャリンペチャリン、早く戻ってこいよ。スイカの前兆はもう間に合わないんで、まあ中段チリですね。いやいいタイミングで引いた。あのリプレイでのランプ矛盾がなかったらちょっと不安になる場面でしたね。パカラッ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 ウィーパカラッパカラッパカラドーン。134ゲームです。さあ行こう、2回目のあざ当たり。いいよ、増えてる。うわっ、ここでホラな狙うか。あー角チェッカー。さあ行くぞ。はい、うわー、はい、うわー、はい、うわー。おい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 、いや、あのレイボーでもね、割とその 64%79% 選ばれるっていうのは解析で見たんですけど、やばい、死神ユークが来てしまった。え、なんか見えるか、見えるか、134ゲームで当たってる。いやだから、このオーラの色が見えるか。いや、早い。見えるのかな。持ちコイン、あれこれ色に何も突っ込まん。え、お持ちコイン、 俺だけじゃないよな。134って俺初めて見たかも。いやいや、まあ134とかじゃなくてさ、やっび、これよこのだって131で、いやいや、もう131とかはもういいんだよ。だから1ゲーム前やったら、もうこの野郎バカ野郎。よく見るよ、持ちコインと同じ枚数と同じゲームで。どこに目つけてんだ。残り131枚で134ゲーム惜しい。やった3枚やったら、うるせえよこの野郎。あと3枚やったらあれできてたのにね、ザッタッチできてたのに。レインボーなの、幽体離脱じゃないよ。アホか。え、なんでレインボーなの。もうなんでかわからん。俺もわからんよ。ただこれあのちょっとね、予防線を張るわけじゃないけど、うん、先日、うん、このオーラ別の継続率振り分けが出たの、うん、でレインボーオーラの時の振り分けとして、うん、66% も 26.1% もあんのよ。引かんやそんな。だからレインボーオーラが出ても4回に1回は 66% なのよ。だからこれは 79% 以上の演出をいかに出せるかが大事です。なるほど、いくぞ。 OK、じゃあマイセット離すタイミング交代でやりましょうか。そうだな、ここはちょっともうこれ落とした方どうする。もう業界引退まであるよね。あるな。あ、これはだってもう無双転生までつなげんといかんやろ。じゃあいくぞ一発目、うん、俺もここで 79% 以上の演出出して、うん、とりあえず安心する、一旦安心するわ、うんうん、あと毎回ワンセット取るの少なすぎな。いや、さっきは取れてただろ。今少ないだけやんか。最終ゲームで1個1個そうやってすぐ悪いとこばっか見て割れろ。いくぞ。今のだからさ、強水化がさ、うん、1ゲーム前に引いちゃった。それがどうなる。おーしよし、 OKOK、 とりあえずとりあえずは落とさんかった。おー生きてる、すげー生きてる。普段全然喋らんくせに。北斗姿勢はない。よし、とりあえずターンは免れたね、うん、レインボーターンなんてやってたらあと。よし、うわ、10連はさせたいなこれな、うん、で 84% はほとんどないのね、レインボーは。なんかそれ嫌っすね、うん、さあどうぞ。あそこから行く。おう、わあ、こねくり回してる。おお、うまい言うて。いや、やるね、有言実行だね、うん、
カスみたいな打ち上がって、うん、聞くわけないだろそんなのが。握りっぺやろこれ。全然怖くねえわ、うん、くさーくさーってくさー。一旦食らったふりをしてあげてる。昨日何食ったんって。下がろうと。いや、あのセリフ出てるしな、うん、209枚なわけないよ、うん、はい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 。リン遅えってくるの。もっと早めに来い。遅えって。そもそもリンがケーンって言ったくらいで立てるなら最初から立て、うん、あのセリフは多分継続濃厚だと思ったけどな、うん、あれで終わったことないから、うん、よし自然だったね。 OK。 あ、うわ、ラオウからのパターンだ。珍しい。ほら普段こうケンシロウじゃん、うん、よしよし。とりあえずここも続きました。いや行ったね行ったね。これでもう投資分はほぼまくれそうっすね。うん、いけるね。やった。ガシー掴まれた。ラオウ手でかっ。79は取ってんじゃないこれ。ラオウクリーンパンみたいな手もっこもかやな。バトルやりたいね、うん、これだけやとどうしても味気ない動画になりますね。そう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 、まあレインボーラーのおかげでそれはサムネはできたけどさ、うん、てことはここやっぱ継続させんとプラスにはならんか。そうだな。よし行け。おおスッといったね、うん。さあ初めて普通のパターン。いけ。よしよしよし。いやこれは66ではないね、うんうん、この感じは当たるよ。もうこれパンチヌン。ラオってこんなくっきり2人やったっけ。イケメンになってないちょっと、うん、ちょっとイケメンだよな。爽やかになってる。しかしこういうシワはなかなかできないな。かわいそう。そう相当乾燥してるんやろな、うん、保湿せんとね。これができるならでもなんかいろいろ初代復活とかやってくれそうだけどね。でも俺は本当転生を出してほしい。また転生はでも勝負玉のシステムは多分無理だよな、うん、有力感の関係上。だから継続のシステムを変えればいけるよね、うん。でも変えたら多分一気におもんなくなるんやろな。そうなんだ。あれやっぱ勝負玉がめちゃめちゃある時のイケイケ感が良かったからな、うん、あの貯金感がおもろかったもんな。ちょっと熱い。めっちゃ料理ある。あそっちか。弱水か。うまそう。あーだめだ。はい、まだ煽りがついてる。もう一丁。あ、まだまだついてるぞ。まだある。まだある、まだある、あるある、バトルあるぞ。よし、まだ来た。ウイグル来たよ、ウイグル。ここは取っておきたいね。ウイグルはまあまあまあ勝てる。何ゲーム ?2 ゲーム。1ゲームずついくか。オーライ。まず俺行くぞ。おお、やったれ。ハズレとベル以外。だからリプレイでもいい。よし、ナビなし。でも攻撃してるな。ハズレかも。うわ、リプレイだ。ある？あるある。もうこれ勝った可能性大。一応行ってきな。一応行ってきな。多分負け闘金俺が行くわ。共闘だ共闘だ。俺たち共闘だよ。何やってんだよ。リプレイか。これレア攻略だって。俺のリプレイのおかげや。いや俺のベルだよ。俺のリプレイのおかげや。これは絶対俺のベル。絶対違う。絶対俺。あれクソベルやったぞ。クソベルって言うな。よし。何クソベル。ごめんな、なんか俺のターン楽になっちゃって。あーずる。ごめんな。これはもうしょうがないでも。取ったんだから。ルル。やる気のヘブン、非常の J、マネパルツのバーリスだぞ。お尻を隠して生きるのさ。ケツの。おう。彼かわいい。お尻だよ。俺の。爪かじり。俺の。ピピピピピ。大事な場面全使えん。あープッシュ出ねえよな。よしよし。え、あれで V 終わり。あれで V 終わり。あっさりしてるんですね、うん、
さあジョーさん準備はいいかい？いいよ。そろそろあの音楽が変わらんとちょっと危ないよ、うん、変わらんかった時点でちょっと危なくなるから DJ 哲也なろうか。あ、流してくれる、うん、流してくれるかい？あの音楽を。はい、入ってこい。ここはちょっと慎重にいかないかな。そうだね、この辺終わりがちだからね。中左で行くタイプか。お、油断。うわ、言うたやろ。やるとは聞いとったけど、ここまでかよ。わし言うたやろ、こんなできるカメラマンおらんぞ、うん、うわ、レーダー。もうどういう育て方された。もう素晴らしいね、ご両親は。うん、だからもうこれで 79% です。まあどっちにしろもここまで続いてる時点でね、うん、79% 以上はあるだろうと思ってましたけど、66は消えた。わしがアローズスクリーンの審査や。違う。あ、音楽これ消した方がいいよね。あ、確かに。あ、消せるんすね。そう、で、これナビはこうやってちゃんとほうほうって言うの。動画に対応してるんすね。そう、BGM だけが消える。神や、サミーさん、神ですね。この機能は素晴らしいよね、うん、さあ、行くぞ。おい、7連目。お、うん、なんかちょっと匂うね、うん、今回。うわー、カクカク出た。継続の高音質、シュールやな。初代に処理漏れがあったじゃん。たまにラオウ の膝とかこうやって腕とか、うん、カクカクってなったの。それをあえて再現して、あ、なるほど、その演出を継続濃厚演出にしたのよ。じゃあ新要素ってことですね、これは。すごいよね、これね。雲は流れてないけど大丈夫。そろそろ無双転生チャンス持ってきたいな、うん、いや、やれとるな。いや、強いよな、やっぱな、うん、俺たち。でもまだそんな浮いてないからな。浮いてないけどさ、なんか毎回形になるよな、うんうん、でも今日形になるの早かったっすね。早かったね。ちょっと危ないっすね。確かにな、今からがな、うん、大負けないなっていう時危ないんで。危ないな、うん、逆に大勝ちもないからな。あ、バドビット。さあ、サウザーはリプレイからちょっときつい。俺先行希望。あ、先行ね、オッケーオッケー。じゃあリプレイ引いてくれよ、リプレイからややく。おお、ナビでした。何やってんだよ、もう絶対勝てないだろこんなの。もう仕方ないね、また俺がケツを拭いてやるか。頼む。無双転生バーカだけが。クソだ、帰れだけど。継続させるよここ。ほらほら、ほらもう一回引くから。うわー、初めて見たこの敵。うわ、これいいの出てくんじゃないの。うるせえよ、聞けバカ。これうるせえつってんだろ。うわ、ほら、またウィークルだ。どっちがいい？1ゲーム目、2ゲーム、どっちがいい？あと、うわ、食らっちゃった。頼む、ひれ伏せよ。多分これ負けてるわ、俺の引きで。ひれ伏せよ。うわ、よし。え、何？攻撃すれば無双転生チャンス。攻撃が当たれば例の。ここジョーさんよね。やだ。あ、いけいけ。あ、なんか引いた。うわ、ちょっと早くね。いけいけ。まあ、V ストックあるから。行くぞ。パネルが消えるのよ、攻撃がヒットするとき。で、これが、ここでもう、レイが出てくれば、うわー、来た。次のゲームでパネルが。うわー、当たった。え、もう当たったからあれよ。
無双転生チャンス。パネル消えてないのに毎回消えるわけじゃないんだね。楽しませてもらったのって強っ。血だらけやけど、ボロボロやんか。めっちゃ切れてると思うけど、多分すげえ強いやん。絶対許さんって顔してるけど。うわ、行くぞ。じゃあこれ、え、あ、ごめん、攻撃当たるだけじゃダメみたい。おいおい、ごめんごめんごめん、大やけどしたやないか。ごめんごめん、大炎上したやないか俺ら今。レビンさんのせいにしよう。うん、レビンさんから、レビンさんがそう言ってましたっていうってことにしようぜ。苦情はこちらまでです。怒られるぞ。さあ行くぞ。おい、9連目早い。どうだ、ゲンさんの時毎回危なかしいんだよな。ここ攻撃してほしいよな。うん、うわー、もうなんか本当怖いな。そろそろ、うわー、うわー、やったか、2桁目前でやったか。なんか霊強盗の後でやだな。うわー、水がいた。うわー、9連の980枚、頼むぞ。まだまだ足りない。うわー、ここまではめてのなはなしよ。いや、もうそんなこと言うなら待てる。もうムカついた。ほらほらやめろやめろ、赤ザコ出てくるぞ。ほら やめろ、ほらほら、効果強水化で、ほら咲きやがった。当ててやるぞ。おい、あるぞあるぞあるぞ。パネルパネル、頼む頼む頼む、パネル。これが動画として皆さんの元に届いている、流されている、配信されているということは、いうことは、そういうことなんです。